富谷聖太郎昭和11年5月5日は、日本の裁判官。大審院判事、部長、東京高訴委員長、大審院委員長、貴族院直選議員を歴任。本職の傍ら帝国大学法科大学、和仏法律学校、明治法律学校で講師を務めた。明治大学学長。1886年から1890年までの、 欧州派遣や1912年オランダでの手形法制統一万国会議での経験もあり、自由主義的な考え方を持ち国際法にも関心が深かった。司法省法学校に帰省で原高氏と同期であり1921年6月13日に現内閣の任命により長期にわたった横田国信の後を受け大臣委員長。 同年10月には4ヶ月のみで退職するが、その後、原隆氏の暗殺事件があった。11月からは、体制の変わった内閣の元退役事件が急速な裁判により展開した。本職の傍ら、東京大学法学部、帝国大学法科大学、和仏法律学校、明治法律学校で講師を務めた。また、法政大学でも教えている。 明治大学学長を1921年から1924年まで務めたが、大正12年9月1日に関東大震災があり、大学図書館も消失した。真の大学とは図書館にありという大学の方針により、充実を図ってきた施設、蔵書のほぼすべてが灰になってしまった。しかし、それからの取り組みは早く、蔵書再興のため図書寄贈の呼びかけが、 海外にまで行われ一年足らずで504名の方々から1万冊近くが送られた。こういうのみならず、学外の特使家、一般市民340名からも寄贈があった。この際、大勢の人々が協力し世界中に呼びかけて、書籍の寄付を受けて図書館を再建した時の一員である。また、大学間の連携もあり、同年12月15日震災で、 図書館小室の球場に際しは瀬田大学図書館が支援を開始し、総大図書館が試験機に開放されている。明治大学図書館は日本の大学図書館としては初めて地域に開放され、地域連携している。現在も千代田区や杉並区、川崎市多摩区など都地域への開放と連携を深め地域と協力している。ありがとうございます。